こんにちは、榎本美沙です。今日はですね、鶏の手羽元を使ったさっぱりとした煮物、そのまんまですが鶏手羽元のさっぱり煮というものをご紹介したいと思います。なぜさっぱりかというと、黒酢をたっぷり使います。それでですね、すごくさっぱり仕上がる煮物なんですけれども、鶏の旨味、そしてコトコトと煮ることでですね、お肉も柔らかくなってとっても美味しいです。この時期ですね、ちょっとたっぷりめに作って、その日と次の日と楽しめるメニューかなと思います。ぜひ鶏手羽元のさっぱりに試してみていただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まず鶏手羽元ですね、そしてししとう、黒酢、醤油、みりん、そしてお砂糖、お酒になります。ではまずですね、鶏肉に切り込みを入れていきます。骨に沿ってですね、切り込みを入れます。こういう感じでですね、入れていきます。そうするとですね、火通りが良くなるのと、味が染みやすくなって、あと食べる時に骨から身が剥がれやすくて食べやすくなります。はい、ではお鍋にですね、調味料を入れていきます。黒酢、お醤油、みりん、お酒、そしてお砂糖ですね。そしてお水も加えます。で、軽く混ぜ合わせます。ここにですね、鶏肉入れていきます。そして中火にかけていきます。こちらでですね、煮立つまで待ちます。はい、そしたらちっちゃい泡が出てきました。で、煮立ってきたら落とし蓋します。今回紙でやっていきます。はい、落とし蓋をして、これでですね、少し火を弱めて、弱めの中火にして15分ほど加熱していきます。はい、時間になりました。そしたらですね、落とし蓋を取り外して、で、ここにですね、ししとうを入れていきます。で、このままですね、3、4分煮ていきます。はい、そしたら時間になりました。美味しそうに出来上がってると思います。これですね、今熱々食べても美味しいんですけれども、ちょっと粗熱を取るとですね、味が中までギュッと染みてとっても美味しいので、時間があればぜひ粗熱を取って召し上がってみてください。粗熱が取れて冷めたので、盛り付けていきたいと思います。あー、お肉が汁を吸ってくれてる感じがしますね。美味しそうです。ししとうも美味しそうに出来上がってます。吸ってる感じしますね。こちらで出来上がりになります。はい、では鶏手羽元のさっぱり煮、いただきたいと思います。いただきます。いい香り。黒酢のさっぱりした香りと、あとししとうのね、すごくいい風味の香りがします。ではまずその
ベジタブルファースト、ししとうから、吸ってますね。すごいさっぱり。あ、美味しい。夏の味です。このほろ苦さがたまらないですね。ではお肉もいただきます。お肉も柔らかくてすごくさっぱりしてます。黒酢が効いてますね。今回の煮物は、熱々で食べるというよりかはちょっと粗熱をとってですね、中までギュッと味が染みた状態で食べていただくと、暑い日でもさっぱり美味しいんじゃないかなと思います。黒酢もたっぷり使っているので、ちょっと疲れた日でも元気になれるんじゃないかなと思います。すごい美味しい。あと切り込みを入れてるので、すごく身離れが良くって食べやすいですね。美味しいです。これは夏に、結構今回もたっぷりめに作りましたけれども、たっぷり作ってちょっと置いといて、次の日のご飯にも使っていただけるんじゃないかなと思います。なんとも骨からもいい旨味が出ていて、すごく美味しい煮物かなと思います。夏場にもねぴったりなので、ぜひこの時期に作ってみていただけたらと思います。でししとうはですね、他のお野菜でもいろいろアレンジ可能でして、ちょっとパプリカとかを入れると色鮮やかになりますし、もちろんピーマンとかですね、あと、ズッキーニとかでも意外と美味しいと思います。ぜひですね、いろんな夏の野菜で作ってみていただけたら嬉しいです。今回黒酢、発酵食品黒酢をたっぷり使った鶏手羽元のさっぱり煮、ご紹介しましたけれども、これからもですね、季節に合った料理だったり、発酵食品を使った料理、いろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。